皆さんはルマンカーをご存知ですか？フランスのサルトサーキットで行われる世界大会で24時間耐久のレースとなっております。1925年からある大会で、歴史がありみんなに愛されてる大会です。今回そんな紹介していく車もルマンカーで、素晴らしい実績もありますが、最終的には残念な結末を迎えた車両です。その名はジャガー 220STWR、 1993年に生まれた古の車です。この車両は220マイルが出るよう設計されていましたが、残念ながら景気により 4WD から後輪駆動になったり、最高速も213マイルにまで落ち込みました。しかしそれでもマクラーレン F1 が登場するまでは最高速の王者として君臨していました。アスファルト9をやったことのある方ならわかりますが、マクラーレン F1 は B クラスの王者として君臨しています。ジャガー220はルマン24時間耐久レースにも出場し、見事優勝を収めました。しかしマシンの不正が発覚し失格になりました。その後もルマンには出場していましたが、目立った成績は残せず引退と、ルマンカーとしては悲しい役目を背負うことになりました。そしてアスファルト9の世界でも悲しい立ち位置にいます。まずは性能をご覧いただきたい。なんとこの車両、マクラーレン F1 と大差ない性能をしています。これはもしかして割と強い車両に入る。そうなんです、 XJ220S は S クラスの部類に入る車両なんです。S クラスはこの動画で説明した通り、400キロ超える車両が多く、こんなスペックじゃ勝ち目はまずありません。まず最高速も心もとないですし、加速は平均より低い、何より相手はコーナリングが一流の車が多いです。なので、カンストチューニングを施しました。今回はこのフルチューンした車で1位を狙っていこうと思います。しまった、なあジャーメン、I don't care!
Battle time! What the fuck? Ah! Ah! Oh my god! Yeah! Goal.